始まりました、小川えりの大きにラジオリターンズ。お相手はシンガーソングライターの漢字の小川にカタカナのえりで、小川えりがお届けしております。さて今回はですね、5月4日&5月11日合併会でございまして、それというのも FM 雪国の毎週金曜日の夕方フラッシュを5月6日お休みさせていただいたので、こういう感じになってるんですけれども、皆様ゴールデンウィーク楽しんでおられますでしょうか、はたまた楽しみましたでしょうか。ゴールデンウィーク最長10連休だそうですね。今回月曜日、そう5月2日月曜日と5月6日金曜日が普通の平日になっているんですけど、まあ、そこを有給とかうまいことお休みを取ると10連休になるということで、10連休の方もいらっしゃったかと思います。いいな、10連休休みって何しようって感じですよね。なんかこう実家に帰るよみたいな感じの声も聞くんですけれども、およそ3年ぶりにまん延防止ですとか、そういうその緊急事態宣言ですとか、そういうのが出てないゴールデンウィークということでね、皆さん楽しみもひとしおでございますでしょう。まあ、でもまだまだね、お家で楽しむという方ももちろんいらっしゃるかと思いますので、ちょっとこの大きにラジオリターンズもね、お家の楽しみの一つに加えていただけたらなと思います。さあそんな5月の4日は緑の日でございます。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育むという国民の祝日だそうですが、もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから、1989年より緑の日という祝日とされたそうです。そしてね、5月4日緑の日なんですが、5月11日がご当地キャラの日だそうです。ご当地の語呂合わせにちなんで、日本ご当地キャラクター協会が5月11日に記念日を制定したそうです。今ね、まあ、これ2017年5月の時点のデータなんですけど、日本ご当地キャラクター協会に会員として登録されているキャラクターは252体以上、そしてそれ以外にももちろんゆるキャラというものがたくさんねおりますので、まあ、今回のラジオテーマは、まあ、緑の話と、そうゆるキャラの話、まあいろんなねご当地キャラの話もあると思いますので、皆様にメッセージを送っていただきました。今日はですね、2週連続お届けさせていただくので、ちょっとゲストコーナーはお休みして、皆さんからのメッセージを重点的にご紹介させていただきたいと思います。そして今日たくさんリクエストいただいておりまして、リクエスト全部流せるかどうかちょっと怪しいぐらいいただいたんですけれども、バンバン流していきたいと思いますので、1時間たっぷり最後まで楽しんでいただけたらと思います。それでは今日のオープニングナンバー、月刊エリゴスティに第8号出ておりますよ。5月14日までゴールデンウィークセール中でございます。通販ね、よかったら通販の方でもゲットいただけたらと思うんですけど、今回ねめちゃくちゃ頑張ってアレンジもミックスもマスタリングもさせていただきました。それではこのナンバーお届けいたしましょう。月刊エリゴスティーニ第8号から、小川エリで桜色。少しずつ増えて、知らない間に桜空を彩ってた。いつかのふるさと溢れる希望胸に、桜舞う景色に手を振って、ああ、季節に追われて見失う。一つ
小川えりの大きにラジオリターンズ、お相手は漢字の小川にカタカナのえりで小川えりがお届けしております。さて、5月4日&5月11日合併会ということで、たくさんメッセージいただいております。ほんまに大きにありがとうございます。まずはね、5月4日緑の日の話、緑の話でいきたいと思います。緑というとね、やっぱこう癒しのカラーといいますか、あとまあ山菜のグリーンですとか美味しそうなイメージもありますね。グリーンサラダですとかね、私も山菜はね今年結構うるいですとかこごみですとか、まあ、いろんな山菜をね楽しんでいるんですけれども、皆さんにとっての緑はどんな感じでございますでしょうか。まず最初のメッセージ、ラジオネーム埼玉のマッサンさん、メッセージお気にありがとうございます。緑の話、緑のまま良い季節の到来、疲れている目も青々しい木々を見ていると癒してくれます。青信号や青ジェルなど実際は緑色でも青と表現するのが日本文化なので、青春のことも緑の春なんでしょうね。ほんまですね、そう言われてみれば青信号って全然青に見えないですよね。緑色やんみたいな。でも緑信号とは言わないんですよね。なんでなんでしょうね。なんか日本人ってやっぱ緑が好きなんですかね。そういえばそうだわ、本当になんだか不思議な話でしたね。ラジオネーム埼玉のマサンさん、本当にそうだわ、おきにありがとうございます。もう一つメッセージご紹介させてください。ラジオネーム状況ボーイさん、小川里さんこんばんは、いつも楽しく聞いてます。テーマについてですが、緑といえば初めて就職した福祉施設のユニフォームが緑でした。緑なんて絶対似合わないと思っていたら意外と似合う自分にびっくりしました。新たな発見でもありました。今は水色のユニフォームもあると聞いて、古巣の職場の前を通る前にチラッチラッとチェックしてます。わかる、私もね実は中学生の時のジャージがね、もう上下ともに緑色なんですよ。緑虫ってね生徒の中では言ってたんですけど、緑をそんな着ることなかったし、しかもねその緑もなんかこうガチャピンみたいな緑やったんですよね。こう緑でもいろいろあるじゃないですか。濃いグリーンとかやったらまだ良かったのに、なんでガチャピン色みたいな、緑虫じゃなくてガチャピンでも良かったんじゃないかな、あだ名ぐらいの勢いの色やったんですけど、なんかねずっと着てると不思議なものでね、3年間着るじゃないですか中学校ね、なんかだんだん目慣れてくるんですよね。あれ不思議ですよね。もうもはや自分で似合ってんのか似合ってんのか分かれへんけれども、なんか目慣れてくるんでしょうね。お目目が慣れてくるから、あの緑色も変に感じひんくなるんやろうなと思いながらね、人の慣れは恐ろしいなと思います。まあ、せやけどね、自分が着いひんカラーとかをねこう着てみて、それを新たなこう
一面自分のあこの色も似合うんやみたいなのを知るのはほんまええことですよね。ラジオネーム状況ボイスさん、素敵なメッセージお気にありがとうございます。それではね、今日ちょこちょこリクエストも流していきたいと思います。こんなメッセージいただきました。ラジオネーム佐藤しおさん、こんばんは。連休中晴れるようにこの曲をリクエストしますということで、リクエストいただいたナンバーお届けいたします。おきにラジオリターンズでゲストで来てくれたこともある安西彩ちゃんの晴れ女宣言。しましたナンバー、安西彩ちゃんの晴れ女宣言。ゴールデンウィークね、本当に晴れたらいいんですね。リクエストいただきました。佐藤しおさん、お気にありがとうございます。こんな感じでね、今日はいただいたリクエストもガンガン流していきたいと思いますので、最後まで楽しんでいただけたらと思います。それではもう一つですね、メッセージお届けいたします。ラジオネームジャスミンさん、毎度こんばんは。テーマの話ですが、春は新緑の緑が綺麗です。そこに滝と渓流があればマイナスイオンがたくさん出ていて心身ともに良いです。そして写真と釣りが好きな私には天国のような場所です。自然の中にいると精神的にも楽です、とメッセージいただきました。やっぱこうなんでしょうね、あのなんか自然のその、まあ、滝のマイナスイオンもあるでしょうけど、あの緑の色合いがいいですよね。実際その緑の色合いとかを見ると目が休まるって言いますもんね。だからこうちょっとゴールデンウィークとかに、まあ、そのハイキングですとか、ちょっと緑ですとか自然に触れる機会なんかもいいですよね。私も一日ゆっくりですね、外でぼーっと緑の中過ごしたいなーなんて思ったりもします。それではここでもう一曲お届けしたいと思います。ラジオネームジャスミンさん、リクエストいただきましてお気にありがとうございます。佐賀県出身のシンガーソングライター古川愛理さんでアクシデント。突然やってきたチャンスを目の前にすると何か
けどできない理由を見つけてお実験づいて、失敗やリスクを恐れて踏み込めないだけなんでしょ。でもやってみなきゃわからないことの方が多いはず。しましたナンバー、古川愛理さんのアクシデントでした。リクエストいただきましたラジオネームジャスミンさん、お気にありがとうございます。それではですね、今日ねたくさんリクエストもいただいておりますので、じゃんじゃんねかけていきたいと思うんですけれども、前半はちょっと緑の話をしようかなと思っておりましたので、緑の話まだまだご紹介させていただきます。ラジオネームかえさん、お久しぶりにメッセージ嬉しいです。おきにありがとうございます。こんばんは。新潟も春を迎えて過ごしやすい季節になってきましたでしょうか。ライブにもぴったりの気候になってきましたね。野外ステージでのライブも気持ちよさそうですね。またライブでお会いできるのを楽しみにしています。ほんまに私も全力でお待ちしております。そして緑の話、緑といえばこれからの季節、緑に囲まれた自然の綺麗な山と川のそばでキャンプなんてできるといいですね。新潟にはいい場所がいっぱいありそうですね。この夏キャンプの予定はありますか？キャンプしたいですね。なんか去年夏の終わりぐらいに一回キャンプに行ったんですけれども、もうちょっと早い時期でキャンプしたいな。本当にキャンプ場たくさんあって、その自然がやっぱこう困らないぐらいあるので、今年はどこのねキャンプ場に行こうかしら。まあその住んでいる上越ももちろんキャンプ場たくさんあるんですけど、このラジオが流れている FM 雪国のあたりのキャンプ場が本当にたくさんあって、なんか選ぶのに困っちゃうくらいなんですよね。でもね、そのキャンプ行ったんですけど、ちょっと器具が足らなくて、やっぱランタンがなんかこうダイソーので買ったその300円のやつとか、結構その小さい出力がそんなに大きくないやつしかなくて、結構薄暗くて困り、薄暗いっていうか大体暗くて、バーベキューしたんですけど、もう薄暗すぎてってか大体暗いから、肉が焼けてんのか焼けてないのかもわからないまま、こう、まあ大体いけてるかなみたいな感じで食べてたんで、やっぱランタンちゃんとせなあかんなと思いました。一回行ってみると、あ、これが足らんな、あれが足らんなっていろいろ分かってくるもんですね。なんかこう、いかに節約キャンプできるかみたいな感じで行ってみたんですけれども、焚き火台もね、なんかこう、100均で、なんかこう、水切りのやつと、なんかこう、油入れる、なんかポットみたいなのを組み合わせて、合計200円、300円 ?300 円かな ?300 円ぐらいでできた焚き火台で行ったんですよ。でもそれで焚き火できたんですけど、やっぱこう、見た目にカラー入りたいね。なんか、かっこいいやつあるじゃないですか。六角形とかなんかこう、見た目がすごくかっこいい焚き火台？あれちょっと憧れますね。いやーもう、ね、アマゾンの欲しいものリストにあげちゃおうかなぐらいですよ。本当に。
あざといほんまに。でもね、それぐらいこうちょっと焚き火台は今年は新調したいかな。キャンプで、ね、皆さんもぜひぜひ新潟遊びに来てください。もうめちゃくちゃこう最近のキャンプ場はグランピングっていうやつもあるから、グランピングとかだとめっちゃ高いんですよ。普通にその宿泊するぐらいの値段以上かな、2万円3万円ぐらいするんですけど、まあそれはそれはこうちょっとセレブな気分が味わえるんじゃないでしょうか。まああのもうキャンプ道具持ってるよっていう方はね、そのまま来ていただいて、あと最近キャンピングカーなんかも流行っているそうですね。今年はもうちょっと早い時期にキャンプが行きたいなと思っております。小川恵里でございます。ラジオネームかえさん、メッセージ大喜利ありがとうございます。それではここでリクエストナンバーお届けしたいと思います。先ほどメッセージご紹介させていただきましたラジオネーム埼玉のマッさんからのリクエストで、4月20日に大喜利ラジオリターンズにゲストで来てくれました前田ゆかりちゃんのナンバーで、影の証明お届けします。感じることもなくなれば、誰もが皆影をなくす、さまよう したナンバー、前田ゆかりちゃんの影の証明でした。かっこいいナンバーですね。リクエストいただきましたラジオネーム埼玉のマッサンさん、大喜利ありがとうございました。それでは緑の話もう一通ご紹介させてください。ラジオネーム奈良のしげさん、メッセージ大喜利ありがとうございます。だんだんどうも。今回の収録はゴールデンウィーク直前で、どのシンガーソングライターさんも多忙でゲストがおられないということで、シンガーソングライターとしての小川入り特集ですね。っていうわけでもないんですけどね、あの私が5月6日放送を休んでしまうがために、こういう感じの合併会になっております。私の曲もね、もちろん流していきたいと思っております。そして緑の話、緑というと5月4日緑の日、緑の日が改正祝日法によって5月4日に落ち着いたのは2007年からだとか。それまでは結構あれやったんかな、ごたついてたんかね。
さてこの時期には晴れると時たま公園などで四つ葉のクローバー白爪草を探す人の姿を見かけることがあります。海外で緑色に象徴される祝日というと3月17日のセントパトリックデーを連想します。アイルランドにキリスト教カソリックを布教したセントパトリックの命日だそうです。この日にはカソリックの方々はシャムロック、三つ葉のクローバーや片バミなどを身につけてお祭りに参加するということです。世界にはいろんな祝日があるんですね。いろんな文化ですとかね。まあでも日本人の四つ葉のクローバー好きも相当ですよね。私は家の近所の長井公園っていうその大きな公園があるんですけど、そこでなんかこう配信をやってたんですよね。多分17ライブをやってた頃に配信をやってて、その時にこう配信やってて歌ってたんですよ。じゃあなんかこう近所の多分おばあさまかなになんかこう歌よかったよみたいな感じで声をかけていただいて、でなんかこう四つ葉のクローバーを押し花をレジンで固めたキーホルダーをもらったんですよね。その時にそのおばあさまは全然私面識がなくて初めてお会いしたんですけれども、まあすごい歌が良かったからということで四つ葉のクローバーのそのレジンのあのキーホルダーをいただいて、しばらくギターケースにつけてたんですけど、なんかその手作りのレジンだったからかこう気づいたらちょっと割れてたりしてつけなくなったんですけど、すごいなんか嬉しかったことを覚えてますね。なんかこう四つ葉のクローバーってやっぱ縁起物じゃないですか。なんかこういいことあるような気するじゃないですか。だからね、なんだかすごく嬉しかったのを覚えています。やっぱ大阪人ってやっぱ人懐っこいなと思いましたね。そうやってこうね、全然見ず知らずのこう歌ってる子にこうやってガンガンこう声かけれるのってやっぱ勇気いることじゃないですか。なんかこうまあ、東京ですとか新潟ですとかいろんなところに住んで、まあ、逆に大阪の良さですとかそういうところをね、こう逆にこう知ったような気がします。そういうエピソードを思い出しました。ラジオネーム奈良のしげさん、メッセージお気にありがとうございます。それではね、私の曲もちょっと流していきたいところですね。ではこの楽曲をお届けさせていただきます。ラジオネーム奈良のしげさんのリクエストで、小川絵里の美しい人。この曲は月刊エリゴスティーニ第7号にも入っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。してばかり未だ僕はうつむいてばかり、そんなことじゃ君に笑われてしまうね。
お届けしましたナンバー、月刊エリゴスティーニ第7号から小川愛理の美しい人でした。ラジオネーム奈良のしげさん、リクエストいただきましてほんまにお気にありがとうございます。それでは前半戦、5月4日の緑の話のメッセージをですね中心にご紹介させていただきましたが、5月11日は、まあ、ご当地キャラの日からの、まあ、ゆるキャラ全般のねメッセージを募集いたしましたので、そちらの方ねご紹介していきたいと思います。まあ、ゆるキャラってのはやっぱゆるいマスコットキャラクターだそうで、まあ、地域おこしや名産品の紹介やイベントや各種キャンペーンなど地域全般の情報 PR、 企業団体のコーポレートアイデンティティなどに使用するマスコットキャラクターのことであるそうです。ゆるキャラでやっぱ一番有名なのってくまモンとか、まあ、あとはふなっしーとかも有名ですよね。ゆるキャラグランプリみたいなのもありましたけれどもね、ゆるキャラグランプリゆるワンは2010年から開催されているそうなんですけれども、あなたはどんなゆるキャラが気になりますでしょうか。まず最初のメッセージご紹介させていただきます。久しぶりにメッセージ送ってくださいました。ラジオネーム風の音伝え旅人サムさん、千葉県からメッセージお気にありがとうございます。またぜひぜひね送ってください。こんばんは。大変ご無沙汰をしております。風の音伝え旅人サムです。2022年度初投稿になります。しばらくこの時期に仕事が多忙になるので、いつものおおきにラジオリターンズ放送のオンタイムに聞けず、アーカイブで聞かせていただいてます。それでは今日のテーマ、ゆるキャラのお話。私が現在住んでいる千葉県のゆるキャラといえばやはりふなっしーが有名です。そう、やっぱね、なんか身体能力がすごいもんね。でも最近テレビにふなっしー出ていないですね。不思議なものです。千葉県のゆるキャラのふなっしーが出ているテレビが非常に懐かしくなるのは言うまでもないですね。そして私の地元の山口県のゆるキャラといえばチョルルが有名です。チョルル？チョルルってなんだと思って調べてみたんですけど、チョルルは今山口県 PR 本部長だそうです。キャラ設定がちょっと恥ずかしがり屋でおっちょこちょいなところもあるけれど、山口県の魅力を PR するために元気いっぱいお仕事を頑張りますだそうです。山口弁の会話の語尾に使われるんだってチョルって。それをアレンジしたもの、頭は山、顔は口で山口を表現しています。なるほど、そういうのやっぱこう結構あれよね、その特産物であるですとか、まあ、漢字で表してんのもあれよね。あとその都道府県の形、千葉県だったらチーバくんも有名じゃないですか。私チーバくんのフォルムがめっちゃ好きなんですよ。なんか可愛くないですか、千葉のフォルムさ、ちゃんと千葉の形になってるんですよね。赤いワンちゃんみたいな形のね。なるほどね、いろんなところの着眼点からゆるキャラってできるんですね。でまあそのチョルドが有名なところですが、萩市のハギニャン、下松市のくだまるなどなど、くまなく調べてみるとおそらくたくさんのゆるキャラが全国にいるのだろうと思います。昔千葉テレビで放送されていた熱血暴走 TV というのがありましたが、そこでゆるキャラの大運動会などの企画が放送されていたのを懐かしく思うサムさんでした。いやでもさ、やっぱこうゆるキャラってなんかこう一時期ものすごい熱を帯びてたけれども、今はなんかもう若干落ち着いてしまった感はありますよね。でもいろんなゆるキャラがいるといえば、私昔その新世界、通天閣があるところの周り新世界って言うんですけど、そこのまあ観光大使、ビリケン神社の福娘をやっていた頃、クシタンっていうのがいたんですよ。クシカツのなんか精霊みたいなやつで結構可愛かったんですよね、クシタン。でもね、なんかまあ予算の都合とかいろんな大人の事情でいなくなっちゃったんですよ。昔結構人気でさ、クシタンの追っかけとかいたんですよ。だけどいなくなっちゃって、なんかすごく寂しい思いをしてるんですけれども、そういうゆるキャラさんもやっぱいるんでしょうね。ゆるキャラのその、まあ夢を壊すようであれなんですけど、まあ、洗濯も大変ですし、まあ、保管場所ですとか、まあ、いろいろ現実問題入る人もね、まあ、入る人いない設定ですけど、まあ、入る人とかいろいろね、こう大人の事情があって、
ていなくなっちゃうゆるキャラなんかもいるんだろうなと思って、ちょっと寂しい気持ちにはなりますよね。でもとはいえね、ゆるキャラまだいろんなところにいますので、ちょっと探してみるのも面白いかもしれません。それでは久々にメッセージいただきました。風の音伝え旅人サムさんのリクエストナンバーで、小川えりの空色と入道雲、私がかつて組んでたバンドデイブレイクバージョンでお届けします。ナンバー小川えりの空色と入道雲、バンドデイブレイクバージョンでお届けしました。ラジオネーム風の音伝え旅人サムさん、リクエスト大きにありがとうございます。いや、なんかね、こうちょっと荒削りながらちょっと勢いがあって、なかなか好きなアレンジでございました。ありがとうございます。まだまだメッセージいただいております。ラジオネームヤブリンさん、メッセージ大きにありがとうございます。前半のテーマ緑の話でもメッセージいただいておりまして、私が住んでいるところは緑の多いところであり、鹿の題名が緑の里からというのがあります。南砺市の歌でございますね。上越鹿もありまして、結構市の歌みたいなもんねありますよね。ただ意外と歌えなかったりはするんですけれどもね。ヤブリさん歌えるんでしょうか。また我が県高岡にはグリーンラーメンというのがあり、これ意外ですよね。緑のラーメンであるのは知ってますが、まだ食べたことはありません。でもさ、グリーンラーメンって緑色なのかな。麺がさ、ほうれん草が練り込んであったりですとか、そういう野菜が、お野菜がね、練り込んであって緑色の麺みたいなのも聞きますけれども、富山っていろんなこうカラーの麺、ラーメンがありますよね。ブラウンラーメン、富山ブラックとかね。富山はなんかあれなんですかね、色に関連付けていくのが好きなんでしょうか。でもグリーンラーメンもちょっと食べてみたいですね。そしてゆるキャラの話、我が市のマスコットはなんとくん、こう写真添付してくれてるんですけれども、なんかこうお団子が2つついたような、なんか不思議なフォルムでね、これは一体何を表してるんですかね。宇宙人みたいですよね。なんとくん
まんじゅうもあるそうですよ。ちなみに小矢部市にはメルギュー君とメルモちゃん、こちらのゆるキャラは2015年のゆるキャラグランプリで5位をいただいております。結構すごくない？5位。可愛い牛ちゃんですね。ピンク色の方が多分メルモちゃんなんでしょうね。砺波市はチュリー君とリップちゃんです。すごい、これ写真つけてくれてるのめっちゃわかりやすくていいね。最後に変わったキャラで失礼します。なんかすごいロン毛の人がこれキャラなの？ゆるキャラ全国でどれだけあるんでしょうかね。なんかね、こう登録されてるやつはその227嵐ですけど、いっぱいね、こう企業さんとかこう独自で作ったゆるキャラなんかもたくさんいるんでしょうね。1000以上おるかもしれないですね。ラジオネームヤブリンさん、メッセージお気にありがとうございます。それでですね、私一番気になるゆるキャラがいて、てかまあ癖になるゆるキャラ、ラジオネーム奈良のしげさん、そのゆるキャラのメッセージ送ってくれております。ゆるキャラの話、ゆるキャラというと滋賀県彦根市のひこにゃんや熊本県のくまモンが有名ですね。奈良県にも全国的に有名なゆるキャラセントくんがいます。登場したのは2010年、平城遷都1300年祭の公式マスコットキャラクターとして公開されたのが初めてで、鹿の角を生やした童子の姿に当初はキモいという声や、仏教界からは仏様を侮辱するものだという声明があったものの、現在では定着しているようです。いや、なんかだってさ、見た目がすごいインパクトありますもんね。あの顔、あのデザイナーさんの他のキャラクター見たんですけど、あのこうキャラクターのシュールさは、あの作者さんの多分作風なんですね。他の仙徳以外のその開発されたゆるキャラも大体同じような顔してました。あ、だからまあ、そういう個性なんだなと思って。でも最初見た時は、うわ、すげえの来たなと思ったんですけど、だんだん慣れてくるとちょっと可愛く見えてくるのが不思議な感じですよね。いやー、なんか、前半にも言いましたけど、慣れって恐ろしいですね。ラジオネーム、奈良のしげさん、メッセージお気にありがとうございました。ゆるキャラといえば、私がよく書いているのもゆるキャラではないでしょうか。ラジオネーム佐藤しおさんがそんなことを言ってくださっています。こんばんは。今日はゆるキャラのお話ということで、やはりエリさんのゆるキャラたこ焼きたこは可愛いですね。共食いのシュールな設定と裏腹のぼやっとした顔がチャームポイントですね。今後の展開に目が離せませんね。もしたこ焼きたこがアニメ化するならば、誰に声優をしてほしいでしょうか。悩みますね。なんかこうちょっとシュールな声の方がいいのか、はたまた可愛い感じの声の方がいいのか、すごい悩んじゃうんですけれども、そうね、めっちゃ悩むんですけど、今ね、深夜アニメで転生したらスライムだった件、転スラを見てるんですけど、そのスライム役の声の人がいいかな、岡崎美穂さん、23歳の声優さんらしいんですけど、声可愛いんですよね。あの声いいな。テンスラーのなんかちょっとひねたようなスライム、まあね、可愛げもあるんですけど、なんかとてもいい声だなと思いました。あのキャラの感じがいいな。可愛さの中にちょっとひねた感じもあって。ね、気になった方はテンスラ見てみてください。新アニメでやってます。ラジオネーム佐藤翔さん、メッセージお気にありがとうございます。そしてゆるキャラネタでもメッセージいただいております。ラジオネーム状況ボーイさん、ゆるキャラといえば僕の住む町のキャラクター遠山の金さんです。調べてみたら遠山じゃなくて白山の金さん、あの桜のやつですかね。なんかこう遠山の金さんでヒットしなくて、白山の金さんで調べたら出てきたんですけど、あ、多分これだな。桜のキャラクターが金色のハッピーを着ているシンプルなゆるキャラ。そう、顔とかもめっちゃぼーっとした感じですね。国内外のゆるキャラグランプリでは約690のキャラクターが参加して320位くらいの人気です。あー、うーん、なんか微妙めっちゃすごくもないし、しょぼくもないし、難しい順位ですね。まあ中間点ね。
もっと頑張れようと思いますが、我が町の観光 PR 大使として活動頑張っているので僕の中では1位です。いや、なんかね、こうゆるキャラってこうなんかシンプルな方が覚えやすくていいですよね。このキーさんはかなりこう覚えやすいフォルムだなと思いますので、もっとちょっと活動頑張ってほしいですね。ラジオネーム状況ボイスさん、メッセージお気にありがとうございます。それではゆるキャラネタでもう一つ、ラジオネーム桃次郎さん、メッセージお気にありがとうございます。テーマゆるキャラですが、今まで会ったことのあるゆるキャラでは、まず愛知の岡崎市のゆるキャラ岡左衛門。結構岡左衛門は有名だと思いますが、ちょっと調べてみたんですけども、岡左衛門見たことある。確かにこれか、なるほどね、有名有名。なんか独特のフォルムというかね、四角い頭と顔のデザインが漢字の丘を意識していると思います。以前名古屋のライブハウスのハートランドに林桃子さんのワンマンで物販で並んでいる時に岡左衛門が通過していきました。胴体は厚めな白い布地ですが、小さいファンがついていてブイーンと回っていました。やっぱ暑いからね、ゆるキャラの、まあ、中の人はやっぱ暑いですよね。あと会ったことがあるのは奈良といえば仙都くんですが、金魚の金魚すくいの町、奈良県大和郡山市の金魚のゆるキャラ金トットくんとデメタンです。手には巨大な金魚すくいのポイを持ってます。こんな大きなポイならかなり金魚がすくえそうなポイです。すごいね、金魚キャラとかもいいですね。あとは大阪泉佐野市のイコラモール、泉佐野のイコラちゃんです。そう、イコラちゃんもね、結構ね、あのいろんなところに出没しておりましたね。またね、泉佐野の方にも行きたいんですけれどもね、コロナ禍でとんと行けなくなっちゃって悲しいんですけれどもね。それでは、リクエストいただきましたナンバー、ちょっと短めなんですけれどもお届けしたいと思います。またちょっとラジオでゲストで来てくんないかなと思うようなアーティストさんでございます。ラジオネーム桃次郎さん、リクエストお気にありがとうございます。上野真奈さんのインナーソロをお届けします。幸せになるって特別なことだと思っていた。自分信じても遠回りばかり後悔して、それでもひたすらかすかな光を頼りに願い続けた。僕の心は今光を放っている。ナンバー上野真奈さんのインナーソロでした。リクエストいただきましたラジオネーム
ももじろさん、メッセージおきにありがとうございました。今日ねたくさんメッセージ本当におきにありがとうございます。リクエストもねたくさん流せてとっても嬉しかったです。それではもう一つ、ゆるキャラのお話で、先ほどご紹介したラジオネームかえさんからメッセージいただいております。ゆるキャラの話。ゆるキャラといえば応援しているオリックスバッファローズの球団のマスコット、バッファローベルちゃんがめっちゃ可愛いです。球界でも愛されて 1,2 を争う人気で、他球団のファンの方からも人気があります。ツイッターのアイコンとかもずっとベルちゃんにしています。すごいなんかキュートな感じですよね。やっぱ私大阪人なのでトラッキーが一番に思い浮かぶんですけど、つば九郎とかもねなんかすごい面白いネタをいつもね振りまいてますよね。エリさんは好きなゆるキャラはいますかとメッセージいただいたんですけど、私の好きなゆるキャラね、なんでしょうね、まあやっぱそのセント君が気になるとかね、まあ、チーバ君の形が可愛いとかいろいろありますけれどもね、やっぱたこ焼きたこですかね自分のキャラだからね。そうね、そこかな。それではリクエストいただいた曲のですねラストソングになります。伊谷亜子ちゃんね、以前ね大きにラジオリターンズにも遊びに来てくれたことがありました。また遊びに来てくれたらいいなという思いを込めて、このリクエストの楽曲をお届けしたいと思います。リクエストいただきましたかえさん、メッセージお気にありがとうございました。リクエストナンバー、伊谷亜子ちゃんで秘密、フューチャリング山本香里。神様なんで悪いことしてもどうでもいいの、仮面かぶった獣、その震えてる手を掴んでよ。ナンバー、伊谷亜子ちゃんの秘密、フューチャリング山本香里でした。リクエストいただきましたかえさん、おきにありがとうございます。今日はたくさんですね曲を流させていただきました。メッセージもほんまにおきにありがとうございました。ゴールデンウィーク皆さんどんな感じだったでしょうか。ゴールデンウィークが終わってからですね、5月14日に名古屋でルチルというところでたこ焼きパーティーがあります。そう、たこ焼きをね出したりしながらライブも楽しんでいただけるということで、風見静香ちゃんと小川入りの名古屋でたこパしよみゃーかというイベントがあります。そちら本当におすすめのイベントでございます。漏れなくたこ焼き一船ついてきますので、ぜひよろしくお願いします。あといよいよ1月23日のバースデーの延期公演が大阪でございます。大阪でお昼ですね、ソープオペラクラシックスでバースデーリベンジがあります。本当にね、本当悔しかったんで1月はね、ぜひ5月皆さん遊びに来ていただけたらと思います。お昼の公演、5月15日日曜日お昼です。ぜひね、久江さんと西村かなさんという本当に素敵なアーティストさんが出てくださいますので、もう絶対損はさせません。遊びに来てください。そしてその翌日ですね、5月の16日に大阪であります天神橋筋キッチンバルノエルさん、本当に久しぶりに行きます。打ち上げライブがありますので、それも本当に楽しみです。そして5月21日に川崎銀座街でライブ、そして5月22日に新潟上越にあります上皇寺で縁日でもね歌わせていただきますんで、これもね本当に楽しみです。着物でねお茶の席で歌わせていただく予定ですので、ぜひね皆さん足を運んでいただけますと嬉しいです。
その他ね、5月6月とたくさんライブがありますので、ぜひね、漢字の小川にカタカナの襟で小川襟でライブ情報をチェックいただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは大きにラジオリターンズゲスト会はですね、また5月の18日から復活したいと思います。皆さん本当に本当にメッセージ&リクエスト大きにありがとうございました。それでは今日のラストナンバー、月刊エリゴスティーニ第8号に入っている小川エリの朝焼け2022年バージョン、2022バージョンは何が2022バージョンかというと、ボーカルをまるっとコーラスもねまるっと取り直しました、そんな感じでね、ちょっと以前の CD をもし持ってらっしゃる方がいらっしゃったら、そちらとも聞き比べてみてください。それでは4月18日も元気にお耳にかかりましょう。小川入りの大きにラジオリターンズでした。皆さんほんまにいい夢見てね。おやすみなさい。君の足跡を少しでも